今回は老人化したヒンメル、通称ローメルについて解説していきます。まず最初にヒンメルの人生について軽く触れていきます。彼が魔王を倒す旅に出たのは16歳の時。ハイター、アイゼン、フリーレンを仲間にして冒険がスタートしました。旅立ちの日に王様に対してタメ口を聞いてしまい、危うく不敬罪で処刑されかけるというエピソードがあります。23歳の時、80年後のフリーレンと出会います。女神の石碑に触れたことで過去に触れた時間にタイムスリップしたのだそう。フリーレンの成長ぶりに驚いていましたね。そして26歳の時、魔王討伐を達成します。彼らの旅は人助けをしたり、ダンジョンを完全攻略した上での目的達成だったので、魔王討伐に10年という月日がかかっています。そして同じく26歳、魔王を倒して王都に帰ってきた日の夜に、勇者一行は50年に一度のエーラ流星を見ます。ここで50年後にみんなでこの星を見ようという約束をしました。26歳から76歳の間では、これまで助けた村に出向いたり、フリーレンとの約束を果たすために行動したりしている描写があります。76歳、フリーレンと再会を果たし、仲間たちとエーラ流星を見ました。あの時のシーンの美しい作画と、彼のありがとうフリーレン、君のおかげで最後にとても楽しい冒険ができたというセリフが非常に印象的なシーンでしたね。同じく76歳、ヒンメルはこの世を旅立ちます。ヒンメルの葬式の時、フリーレンは彼のことを何も知らなかったということを痛感し、彼女の胸の中でヒンメルのことをもっと知っておけばよかったという後悔が生じました。これがきっかけとなって、早々のフリーレンというもう一つの物語が始まったわけですね。ここまでがヒンメルの歩んできた人生となります。冒険中はフリーレンの回想によって徐々に明らかになっていますが、26歳以降のヒンメルについてはあまり描かれていません。ここでは年老いたヒンメル、通称ローメルについて紐解いていきます。ローメルの一番の疑問点といえば、身長がかなり低いこと。フリーレンに指輪を渡すために貸し付いた時とほぼ同じ大きさになってしまいました。これに違和感を感じたネット民は日夜その理由を考察することに。まず考えられたのが、暗黒竜の角の邪悪なオーラによるものという説です。彼は旅の仲間であるフリーレンから預かっていた暗黒竜の角を自宅のタンスで大切に保管していました。これに対して預けていたフリーレン本人は、適当に保管してくれればよかったと伝えますが、大切な仲間から預かった大事なものだからと大切にしていたそうです。この行動に彼の仲間思いな性格がよく現れていましたね。しかし彼はその仲間思いな性格のせいで50年間もあのオーラを浴びていたんです。確かにあのまがまがしいオーラを日常的に浴び続けて何の影響もなかったとは考えにくいですよね。しかしそれでも彼が自身への影響を老けすぎるというものだけに抑えられたのは、やはりそれは勇者ヒンメルだからということなのでしょうか。次に紹介するのが、ヒンメルが旅の途中で呪いをかけられていたという説です。彼は10年間旅をしてきて、その中で手強い魔族とたくさん戦ってきました。その中には七宝剣の一人である乱闘大のアウラも含まれています。ネット上でいじられまくって今も株を落としつつある彼女ですが、そんな彼女も初見ではほぼ勝ち目のないアゼリューゼを使用しています。このようにいろいろな魔法を持つ魔族がいる中に、寿命を減らしたり老化を早める魔法を使用する者がいてもおかしくないのではないかと考察されているようです。魔法という万能な存在がある世界なので、考えたらキリがないですよね。次の説は一番説得力があるのではないかと思っています。それがハイターが異常説。ヒンメルの老け具合を他のキャラと比較してみましょう。まずアニメ第2クールから登場しているデンケンを見てみると、彼はヒンメルと同じく若かった頃と比べて背丈が小さくなっているようでした。ここまで見ると、早々のフリーレンの世界では老けてしまうと背丈が小さくなってしまうものであると考えられます。しかしハイターはおかしいです。彼は70を過ぎても背丈も何の方もあまり小さくなってはおらず、他と比べて元気そうでした。ここから導き出せるのは、ハイターが異常だということ。原作第97話で彼は2ヶ月無酸素無呼吸でも生存できる魔法を使えることが明らかになりました。この魔法の異常さに思わずフリーレンも化け物と言っていましたね。そんな僧侶として優秀なハイターなら、老化を防ぐ魔法を使えてもおかしくありません。つまりあの世界では老化したら若い頃と比べて小さくなってしまうのが普通で、ハイターだけがおかしかったのではないかという結論に行き着くわけです。彼がこの魔法を使っていた理由を考えてみると、単純に老いるのが嫌だっただけなのかもしれません。しかしもしかするとフェルンが独り立ちする姿を見届けたいという思いが彼の中にあったのかもしれませんね。次はローメルの強さについて。前世紀はかなり強いヒンメルですが、ローメルはどれほどだったのでしょうか。ローメルの戦闘描写があったのは原作第119話、勇者の剣のレプリカを持って自分よりもかなり大きくて強そうな魔物を倒している描写がありました。ここからわかるように、彼の強さが衰えているようには見えません。むしろ彼なら魔王を倒した後も研鑽を積むことでその強さにさらに磨きがかかっているなんてこともありえます。
ローメルの強さを裏付ける要因として彼が亡くなるまで魔族の動きがあまりなかったということも考えられます。もし彼の強さが老いるにつれてどんどん衰えていくのだとしたら、魔族への抑止力を消すために南の勇者のように戦力を集結させて彼を倒そうとする魔族が現れてもおかしくありません。そんな魔族さえ現れないということは、それだけ彼の強さが卓越していたものだったということへの裏付けになります。仮に現れていたとしても、フリーレンたちと再会するまでそれらの魔族も全て打倒していたということですから、現役の頃より衰えていたとしてもその強さは並のものではなかったことがわかります。ローメルの強さについての描写は今後もいくつかされるかもしれないですね。ヒンメルの仲間であるフリーレンとアイゼンは弟子を取っていましたが、彼が弟子を取っていることがわかる描写はされておらず、その存在は今も不明です。実は取っていたけど、すでに一人前になって旅に出ているといった可能性もあるので、完全に取っていないと言い切ることはできません。しかし彼が弟子を取るとするなら、それはどんな人物なのでしょうか。アイゼンを例にして考えてみます。まずアイゼンはアニメ第6話で、あいつは昔、故郷の村が魔族に襲われた時一人だけ逃げ出した臆病者だ。俺と同じだ。と弟子であるシュタルクについて言及していました。つまり彼は自分と同じ境遇だったという理由でシュタルクを弟子に取っていたことがわかります。彼の場合はシュタルクに対し何かシンパシーを感じて放っておくことができなかったという経緯であることがわかります。もしヒンメルが弟子を取るとするならば、このように自分とどこか似ている部分がある人物である可能性が非常に高いです。それはどういった人物なのか。彼が勇者を目指すきっかけとなったのは、幼馴染であるハイターの偽物の勇者にしかなれないという言葉でした。きっと彼に弟子がいるとするなら、誰かにバカにされたのがきっかけで何かを目指しているものであると考えられます。ヒンメルに弟子がいたと仮定した場合、旅の目的は一体何なのでしょうか。ここからは完全に妄想ですが、おそらく彼が抜けなかった勇者の剣に関係していると思われます。勇者の剣は大いなる災いを打ち払う勇者のみ剣を引き抜くことができると言い伝えられていますが、もしかするとその災いがいずれ訪れることを彼はどこかで知ったのかもしれません。しかしその災いが訪れる頃には自分はいない。そこでその災いを止める役割を自分の弟子に託しました。つまりフリーレンたちが旅をしている間に、ヒンメルの弟子がその災いを止めるための旅をどこかでしているのかもしれません。考えられる展開としては、ヒンメルの弟子がこの世を滅ぼす災いを打ち払う勇者としてフリーレンたちと共に戦うことが考えられます。もしくはその弟子も勇者の剣は抜けなくて、それでも災いを止められれば関係ないと死のように前向きな気持ちで災いに挑めるような勇者だったらなお素晴らしいですね。魔王を倒してからの50年間、彼がローメルとしてフリーレンを待っている時の思いとはどのようなものだったのでしょうか。まずは彼がフリーレンに対して行った行動について見ていきましょう。一つ目は銅像作り。彼は世界の各地に自分の銅像を建てていました。これを建てた理由については、自分のイケメンぶりを後世にしっかりと残しておかないと、とナルシストな彼は言及していますが、もう一つ大きな理由があります。それはフリーレンのためというもの。彼は自分が死んだ後もフリーレンが一人で寂しくないようにするためといった理由で世界の各地に自分の銅像を建てていました。この行動は彼が人間とエルフの寿命の違いを十分に理解して重く受け止めているということへの裏付けとなります。二つ目は熱の時の看病です。フリーレンが熱でうなされている時に彼は手を握っていました。これは別にフリーレンが熱で弱っているのを良いことに手をにぎにぎしてやろうとか、そういうことでは決してありません。彼は幼い頃に亡くなった母が熱を出した時に自分にしてくれていたことをフリーレンにもしてあげていたのです。この行動に対して、何のつもりとフリーレンが問うと、こうしていると不思議と落ち着くんだと彼は返します。これを見た視聴者からも、ここのシーン最高すぎます、キンフリの表情最高でしたといったヒンメルの優しさにキュンとする声が寄せられていました。3つ目は、思い出していいんだよという言葉をかけてくれたことです。これはヒンメルの頼みで、フリーレンが花畑の魔法を使った時のことでした。この魔法についてフリーレンは、死んだ師匠のフランメのことを思い出してしまうからできるだけ使わないようにしていたとヒンメルに言います。これに対してヒンメルは、君はきっと師匠と過ごした時間が幸せだったんだよ、だから思い出していいんだよと答えました。これがフリーレンにとっては心の底で蓋をしていた過去を拒絶することをやめて再び前を向いて花畑を出す魔法を使い始めるきっかけとなったに違いありません。ここまででヒンメルがフリーレンに対して行ってきた行動を見ていきましたが、彼がフリーレンと別れた後の行動とはどのようなものだったのでしょうか。ということで次はヒンメルの魔王を倒した後の行動、すなわちローメルの登場シーンを見ていきます。ローメルの登場シーンは主に3つでした。1つ目は原作第1話でフリーレンと再会した時、フリーレンが50年に一度のエーラ流星群を見るために王都に帰還した時、その頃にはヒンメルはすでにローメルとなっていました。ここで特に印象的だったのはフリーレンとの旅に向けて準備をしているシーン。この時遅いと彼を待ちあぐねたフリーレンが準備している彼の様子を見に行った時に、ハゲなりの準備があると言って身なりを整えていました。
そして交わした約束通り、勇者一行は50年ぶりに集結してエーラ流星群を見ます。そして最後にヒンメルは、ありがとうフリーレン、最後にとても楽しい冒険ができたと言い、数日後に息を引き取りました。2つ目はアニメ第3話でのクヴァール会です。以前していた大魔族クヴァールの封印が解けかかっているため、その封印されている近隣の村を訪れたフリーレン。その時に村人の口から、ロウメルが定期的に封印の様子を見に来ていたこと、それに対して一度も村に来ないフリーレンは薄情だなと言っていたこと、そして薄情だけど村を見捨てるようなやつじゃないから封印が解ける時にはきっと駆けつけてくれるとフリーレンを信じていたということを聞かされます。この行動から彼はローメルであった後も真面目に世界を救った勇者をやっており、何より仲間のことを信じ続けていたことがわかります。3つ目は原作119話でのことです。通りすがりの戦士から勇者ヒンメルと名乗る老人と出会った時のことを聞かされます。ローメルはこの時女神の石碑に向かうところだったそうですが、戦士が理由を尋ねても全ては語りませんでした。しかし調べ物がやっと終わったからフリーレンとの約束を果たしに来たということだけ教えてくれました。そして、今の彼女は僕のことなんて忘れているのかもしれないけど、僕は片時も忘れたことはないとフリーレンへの思いを話します。それを聞いた戦士はフリーレンを薄情と言いますが、そういうところも含めて良いと自分の胸の内を明らかにします。以上がローメルの登場シーンでした。ここまで見てきた彼の行動には一体どういった意図があったのでしょうか。特に彼女への思いが現れていると感じたのは、銅像を建てた時と思い出していいんだよという言葉。銅像に関して彼は、みんなに覚えていてほしいからねと言っていました。しかし一番の理由はフリーレンが未来で一人ぼっちにならないようにするため。またこの気持ちは、思い出していいんだよという言葉にも現れています。この言葉の真意は彼女に前を向いて歩いてほしかったというのもあると思いますが、自分たちとの思い出もそんな風に蓋をしてほしくない、そういう思いが彼の中であったからこそ、思い出していいんだよと言ったのではないかと考えられます。人にとっての一生はエルフにとっては一瞬でしかなかった。彼はフリーレンにその一瞬をずっと覚えていてほしかったのです。また彼は23歳の時に80年後の未来から来たフリーレンと会っています。この時に彼は七宝剣の一人であるグラオザームの、その人が諦めた夢を幻覚としてフリーレンと共に見せられることで、未来の彼女が自分を潜在的に好いてくれていることを知りました。またこの事実から、彼が原作第119話で女神像の石碑へ向かっていた理由も、自分が死んだ後のフリーレンのために聖典を解読してやっと見つけた帰還の魔法を女神の石碑に刻みに行こうとしている最中だったと推測することができますね。またここで一つ疑問が浮かんできます。それはアニメ第14話であった彼がフリーレンに指輪を送るという非常にエモいシーンに関するもの。あのシーンと未来のフリーレンとの出会いは時系列的にどちらが先に起こった出来事なのでしょうか。ここでは未来のフリーレンと会った後に彼が指輪を送っていたと仮定します。だとしたら彼はどういった気持ちだったのでしょうか。人間とエルフの寿命の違いから考えると、この思いが報われてもいずれ相手を苦しめることになる。だから彼は自分の思いを今まで胸の奥に秘めていました。そんな中でとある出来事から相手もいずれ自分のことを好きになってくれることを知ってしまいました。しかしそれは自分が死んだ後の話、つまり自分が生きている間にこの思いが報われることはない。これはきっと苦しくて切なくてもどかしいと思います。しかし指輪をフリーレンにあげるといったこの行動は、その苦難の中で下されたある一つの決意が現れているように思うのです。指輪の花言葉は不穏の愛、つまり自分のことをいずれ好きになると分かった上で不穏の愛を誓うことで、フリーレンがこの先一人ぼっちにならないようにと考えての行動なのではないでしょうか。自分が死んだ後にフリーレンが自分の気持ちに気づくのは明白、その時が訪れた時の彼女の悲しみはきっと浅くはありません。しかしそんな時にもし不穏の愛の指輪があれば、彼女は永遠に一人ぼっちではない。彼はきっとそう考えたのではないでしょうか。あの時渡した指輪はフリーレンが寂しくないようにずっとそばにいるよという彼なりの優しさだったのです。これは彼が各地に建てていた銅像と同じ役割を担っているとも言えます。つまりあの指輪を渡したシーンとは、自分が生きている時にその思いが報われることはなくても、いずれ自分を好きになってくれる彼女を永遠に愛し続けるという彼の決意の表れであったと考えられます。だとしたらすごすぎますね。女神の石像の時を考えると、彼は先を見据えての行動を即座に思いつく人物であることがわかりますが、ここまで考えてフリーレンに指輪を渡し、この時からたった一人の誰かを生涯愛し続けることを誓う、これは魔王を倒すことか、それ以上にすごいことと言っても過言ではありません。しかも自分を思ってくれるのは80年後、自分には何のメリットもなく、ただ相手のことだけを考えてこの決断ができるのは20代という若さの人間ができることではありません。その思いの強さは原作第119話、時系列的には決断から約50年経った後でもこういうところもいいんだよねと最近まで会っていたかのように話している姿を見ても尋常ではないことがわかります。ここでフリーレンの人間を知る旅というのはどういうものなのか考えてみましょう。そもそも知るとはどういうことか、ここにも私たち人間と違う部分があるようです。
私たち人間の知るとは単に情報を得ることです。人やインターネットから見たり聞いたりした情報を自分の頭の中に記憶する。この段階を踏むことで人は知識として応用することができるので、その情報を知ったことにします。それに対してフリーレンはどうでしょうか。彼女は情報を記憶することを知るということには含めていないようでした。これは原作63話でシュタルクがフリーレンはフェルンのことをよく知っているんだなと言ったのに対して、私はフェルンについて何も知らないよ。ハイターがフェルンの好みを話していただけで、私はあの子の好きなものをほとんど見つけられなかったと返していることからわかります。おそらく彼女は情報を記憶するだけでなく、その情報を自分の中で噛み砕いて納得する、そこまで言ってやっと知ったということにしているのではないでしょうか。英単語を例として挙げるなら、私たち人間は英単語そのものと意味を一度見たなら、その英単語を知っているとするのに対して、フリーレンはその英単語の語源や成り立ちなどを完全に理解してやっと知ったとしている感じでしょうか。つまりフリーレンの人間を知る旅というのは、人間のことを理解する旅ということもできます。そしてその理解に役立っているのがヒンメルたちとの思い出です。例を挙げるならアニメ第19話、フリーレンはお互いに嫌いながらも一緒に寝ているカンネとラビーネの様子を見て一つの過去を思い出します。それは竜と初めて戦闘をする前日の夜、アイゼンが震えているのを見て、僕も怖いと共感するヒンメル。これに対して、こういうのはきっと仲間ごとに変わってくるものですとハイターは発言していました。フリーレンはこの回想を経て、人間同士のつながりが仲間ごとに違うということを理解しました。このように彼女の人間を知る旅とは、ヒンメルたちとの思い出が助けとなって進んでいきます。そしてヒンメルのフリーレンに対する思いもパズルのピースのように一つ一つつながっていき、その旅の果てに彼女はヒンメルがくれた指輪の意味を理解するといった展開になりそうですね。ヒンメルの彼女を思う気持ちが本人へ届く、その時フリーレンは何を思うのでしょうか。オレオールで再会する二人が楽しみですね。今回はローメルについて解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。